ババちゃん、どこへ行ったんや？知ってる奴がおらんか聞いて回ろ。どうも、山上です。さあ、西島編遊んでいきましょう。同部屋の、ババちゃんを探せばいいんだ。お前は高坂か、この野郎。違いますね。いや、でかっ西島さん、身長やっぱ大きいな、おら。おら。喧嘩打っちゃダメだ、西島さん。出所が遠くなるぞ。このシャツの下はヒートテックとか着せてもらってるんですがね。寒そうですね。こんにちは。冴島さん、今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか。そうなんですか、冴島さん。そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。うん。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。そういう大事なことは言っといて、冴島さん。あまり表を動き回らない方がいい。はい。治療やったらもうすんだわ。それよりババちゃんどこ行ったか知らんが。せえ、どこ行ってんだか。え、もしかしてそれを気にしてわざわざ運動場に。そういう男なんです。ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのはババの仮釈放のことだろう。うん、安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、ババが直接副所長の高坂に頼んで、今ちょうど再面談をしてるとこだ。考え直したんだ。え、それ本当ですか。ああ、ババのやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放してシャバで生きていくことを決心したようだ。そうか。いやー、そりゃよかった。うん、あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。いやー、いい仲間たち。ババのやつ言ってたよ、ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない、だから厳しくても表に出て現実と向き合って、そして罪を償うってな。臆病になっていたババを勇気づけたのはあんたなんだよ、冴島。あれ、副所長だ。ってことはもう面談終わったんじゃ。いや、無事に終わるかな。それじゃあババのやつどこ行ったんだ。俺ちょっと刑務官に聞いてきます。ありがとな、日村。どうだった、もう面談は終わったのか。それは、ババの面談、1時間以上前に終わってるらしいっす。何だと。ほんなら奴はどこ行ったんや。いや、どこ行ったんや。おい、それ聞いとかなあかんやろ、日村。気が利かんの。ありがとな。うん。じゃあ話を聞いて回るほかないか。君は？おい、一人ぼっちで。いや、それはもうヒットマンの距離だ、冴島さん。怖い怖い。ああ、これこいつは前話聞いたな。聞いてないやつ。お前は？ん？あ、聞いてないっぽい。ちょっとええか。あ、なんだよ、つぶらな瞳しよって。ババ知らんか、うちの坊の若いやつ。ん？ああ、あいつ知らねえよ。そうか、使えんやつらばっかやな。へへ、なんだ、トラブルかよ。退屈で退屈でしょうがないんだ。何があったんだ、教えろよ。何でもないわ、邪魔したな。ひひ、きっと何かあったんだ。何があったんだろう。ああ、楽しみ楽しみだな。ち、妄想でもしとれお前は。他に話が聞けそうなやつはあいつか。うちのババ知らんか。いや、ババちゃん弟分って感じなんだろうな。いいないいな。そういえば西島さんのこと兄貴って呼んでくれる人いなかったよね。ああ、お前も話聞いたわ。聞いたやつはなんか胸にバッチとかつけといてくんないかな。つか高坂、あ、いっぱいいる、いっぱいいた、話聞けそうなやつ。お前は、お前、おじいちゃん、おじいちゃん、あ、おじいちゃん、ちょっとええか。年老いた受刑者、聞こえてます、おじいちゃん。おっちゃん聞こえとる。おお、びっくりした。ごめんね、おじいちゃん、ちょっと話聞かせて。すまん、驚かせてもうたか。いやいや、ついうとうとしてしもた。こんな寒いとこで寝たら死ぬんじゃない。おじいちゃん気ぃつけや。こんなとこで寝とったら死んでまうで。ほんまに言うたって、冴島さん、私たち息ぴったりやな。いや構うもんか。どうせもうシャバにゃ出れんのだ。どうせ死んだって同じ、気楽なもんよ。悲しいこと言うなや。それで何の用だったっけな。そうや、うちの坊におるババ知らんか。ババ誰だったかな。まあ、部屋が違えば覚えてないもんか。そんなもんか、ババのことを知らんか。この年になると物覚えが悪くてな、他の受刑者の顔と名前がなかなか合わんのじゃ。そうか、邪魔したな。
いや、力になれんですまんな。なんだか優しい人だな。こんなおじいちゃんが何して捕まったんやろな。お前は腕は怖っ。ニヒルな受刑者。こんなとこでもなぜか隠れてタバコを吹かすやつがいる。抜け道はいくらでもあるってことだ。物しかり情報しかりな。抜け道、抜け道はお前は寒そうなやつだな。お前は聞いてないかな。釘原ってやつ、入社してからあっという間に手下を増やして、今や一大グループを築いちまった。ああいうイカれたやつほどカリスマ性ってあんだよな。あいつの手腕がなせる技なのか、それとももともと仕組まれたなんかなのか、あいつの動向は注目しといた方が良さそうだ。仕組まれた。高坂と釘原が繋がってるとかそういうことあんのかな。西島さんをいじめるために、網走に。やってくだ。もう、ババちゃんよ。その前にババちゃんよ。お前はババちゃんか違うな。最近入ったん釘原。あいつはマジでやばい。知ってる。俺も散々悪さしてここにぶち込まれたが、あいつは一体何をしでかしたんだ。左目が気になるよな。潰れた左目。おいおい、ババちゃんの噂してる。こっち行ける。あ、ここで俺はいじめられた。よもぎとか生えてないの。生えてないか。なんか、いつか武器になりそうなものとか、持っといた方がええんちゃうか。ええんちゃうかな。こんな雪の上走ったら靴びちょびちょだろうね。ねえ、足のサイズ何、冴島さん。28とか。大きい。こっち側かな。おめえ、高坂か、こんな野郎。俺のばあばちゃん知らんけ。知らんけど、あ、言っちゃごめんなさい。わざとじゃないんです。ばあばちゃん、外にはいないんじゃないかなあ。あ。あんた、うちの棒によるばば、知っとるか。ああ。あいつ、知ってる。さっき見たよ。じゃ、さっさと言え。ほんまか。どこに行ったかわかるか。最近入った気味悪いやついんじゃん。おい。釘原だっけ？あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。ババちゃんが釘原と？西島さん！お、やべえよ。釘原に連れて帰っちまった。ババなんだが。どうやら釘原たちに。あ、今聞いた。ああ、俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らず、馬場にも手を出してきたってことか。クソ、あいつら。とにかく急いで資材置き場に行かな。資材置き場っていうのはさっきヨモギを探してたところだな。クソ、ヨモギの話。こいつ。やりやがった。痛えよ。ババちゃんか。違う、俺じゃない。ババ どうした。なんでこんなところで何をこそこそやってる。こいつがいきなり大技をさせたんだよ。痛えよ。何、ババちゃん。ババ、お前がやったのか。違う、俺じゃない。俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ。こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う、これは俺のじゃ。やっちまって。釘原は？おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやて。俺じゃない、俺じゃないんだ。兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん。仮釈放の許可下りた。高坂話聞いてくれたんだ。いや、ババちゃん。大変なことになったぞ。やるかな。ババちゃんがあんなことするなんて。嘘だろ。でも人一人殺してんだよ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ、そんな奴が
自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。冴島、あんたどう思う？信じたいな。いずれにせよ分からないことが多すぎます。なんだ？誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか？せやな。なんか推理ゲームが、あ、ババのアリバイを証明しろ。もちろんさ、アリバイを、いや難しくないか、こんな密室。武器は何だった？飲みみたいなやつ。そんなもの受刑者がすぐ握れるようなところに置いといちゃダメでは？とか、この資材置き場に鍵かけとかんかい、バカか。刑務官はバカなのか。いや、アリバイ、いや、うん、やってない。いや、釘原はいなかったな。どうせなら釘原のもう片方の目やっちゃえばよかったのにな、ババちゃんつってな。お前はなんか知ってるか？なあ、おい、なんだい？あんたさっきの騒ぎを見てたんか？いや、刺された瞬間は見てね。悲鳴が聞こえたんで急いで駆けつけたら、さっき運ばれたやつが血まみれで倒れてた。そうか。そん時ババちゃんは、飲み持ってた方は何しとったか知らんか？あんたも見たじゃねえか。刺した方は震えて突っ立ってたよ。もっぺん聞くが、刺した瞬間は見とらんのやな？そう言ったろ。俺が駆けつけた時はもう終わってたよ。全てが仕組まれている。いや、でも血のついた飲みを持ってた。飲みじゃな、誰が話してないのかわからない。お前話してないな。さっきの障害、あんたの同室だよな？そうや。あんな気の良さそうなあんちゃんが人を刺すなんて。そのことやが、あいつのババのことで何ぞ知らんか？いや作業場も別だし、ほとんど話したこともないからな。ほうか。刑務官にしょっぴかれて懲罰冒頭の方に行ったのは見たけどな。わかった、ありがとな。いや、刺すわけない。誰かに、いや、錯乱状態。ちょっと名探偵冴島氏の灰色の脳みそは光るかね。話を聞くしかないな。はい。うん、話聞かせてくれるか。もう刑事の面構え、聞き込みしていこう、冴島刑事。なんだい？ババちゃんのことなんやが。ああ、やばいことしでかしたな、あいつ。ババちゃんが刺したところ見たんか？いや、見てねえよ。だが状況を見る限り、あいつが刺したのは明らかじゃねえか。なんやと？だってあいつ、釘原にいじめられてたんだろ？そうなんか。昨日もか、釘原たちに資材置き場に連れて行かれるところを見たぜ。釘原のクソが！釘原のやつ、釘原じゃなくてクソ原だな、あいつ。頭が壊れてるって話じゃねえか。以前、必要ないじめにあった同房の若いやつが自殺しかけたこともあったらしいぜ。大方、ババも釘原たちからしつこいリンチにあって衝動的に反撃しちゃったんだろう。まあ、そう思うよな。ババちゃんはそんなことするやつやない。追い込まれたら人間何するかわからんけど、信じている目をしている。問題の瞬間を見たやつがおらんのやったら、まだババちゃんが刺したとは限らへん。でも刺されたやつはババに刺されたって言ったんだろ。でも刺されたやつは釘原の仲間だろ。ああ、奴らが言うことは信用できん。俺らでババちゃんの疑いを晴らしてやるんや。お前もやで、協力してくる。邪魔したの。な、おい、うん？なんや。ババの疑い、晴れるといいな。ありがとな、いいやつ。お、話全部聞いたのか。冴島さん。ずっと寒がってんな、あいつは。うるさいぞ。動きがうるさいぞ。どうでしたか？いや、決定的な。そうですか。無罪の証明って難しいよね。結局ババがやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。うん。けどせやったら、あの刑務官らもババを犯人扱いできへんやろが。そりゃどうかな。ん？被害者本人がババに刺されたって言ってるからな、直接証拠としては十分って気もする。そうだよね。直接証拠？ええ、ババちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、ババちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。日村賢いやん。ほう。でもそれだけじゃババがやったって証拠にはならないんじゃないのか？もちろん。でも俺らも刑務官もみんなババちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。賢そうやん、自分。日村、その知識一体？
日村何者なんだ。自分はやってへんって言うとるやろ。自分らそれ信じへんのか。馬場を信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが、当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。嘘の証明。それじゃあどうしようもないということか。いや、手はありますよ日村。なんだ。ババちゃんが刺してないっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。嘘の証拠。ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃないババちゃんに用意できると思います。確かに。だが相手が持っていた武器をババが取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。日村刑事、あの時刺された男はババちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという自称の否定。自称の否定。つまりあの凶器はババちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探ってババが用意でけんかったっちゅうのを確かめたらいいんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくともババちゃんが犯人であることも同時に否定できます。日村、意外と頭脳派。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらなんやら詳しいんだ。やっぱり気になっちゃいます。うん、このこと内緒にしておいてほしいんですけど。しとく。実は私昔同系の刑事なんかをやってました。なるほど。しかも一課の。すごいじゃん。刑事やと。なんで刑事が無所におるんや。まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありまして、つい、いわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと言いますか。月見野で遊んだ1000万か、お前。なんで隠してた。そりゃ刑事といや犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら、受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますよ。目の敵だわな。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね、黙ってるわけにもいかないと。なるほどな。見直したぜ。で具体的には何したらいい。ババちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね。手分けして情報を聞き込みしましょう。聞き込みか。まるで刑事の口ぶりだな。さあ気合い乗ってきた。やりましょう。おー、頼もしい日村氏。うわお前一目散に動かんかい。やった、いい刑事さんだったか。そうかそうか、そりゃ頭切れるわけだ。意外に頭脳派。汚職、汚職刑事が。はい、まあ話聞いていく。そうか、あの倉庫に元からあったのみではなかったんだね。ふむふむ、証拠集め、まあ話聞き込みですもんね。日村刑事、僕頑張ります。足で情報を稼ぎます。はい、君は。あんたババを知っとるか。ババ、ああ、あいつだったら、エイゼン作業班で一緒だな。エイゼンってのもあるんですか。ちょうどええわ。そのエイゼン班ちゅうのは、のみを使ったりすることはあるんか。のみ。のみって、あの木を削ったりするあれ。どうなんだろう、エイゼン作業つっても、実際やるのは雪かきくらいだからな。おお、お疲れ様です。でも絶対使わねえかっつったら自信ねえよ。俺が今までそういう作業しなかっただけかもしれねえし。そうか、あんな刃物持たせるかね。もっと確かな情報を持っとるやつを探さなあかんな。了解です。了解。君は話したっけ。話したな。3回目ぐらいだこいつに話聞くの。オッケーオッケー。こっち側には行けないのか。
行く場所がないもんな。隔離されたエリア。お前は？うん、お前話聞いてないな。ちょっとええか？んだよ、知り合い。この刑務所で一番情報に通じとるやつを知っとるか？へ、それならあいつだろ。誰？大島さんもなかなか情報通だよね。あの じいさんだったか、おじいちゃん。ああ、あいつはここでもだいぶ古株でな。どうやったのか刑務官ともつながりがあるとかないとか、コネクションを利用してここのものと情報はあいつが支配してるようなもんだ。差し詰め網走のメディア王ってとこだな。はあ、物忘れがひどいっていうのもフェイクだったか。なるほどな、助かったわ。ジジコラ、ジジコラ、お前ババのこと覚えとるやろが。ジジイ、おじいちゃん他にいいんだよな。うん、おじいちゃん話聞かせてください。晩ご飯はもう食べたでしょ。あんたが情報屋やったとはな。ぶしつけだね。刑務所だって社会の一部だ。初対面の作法くらいは守りたいもんだぜ。西島大河さん、ジジコラ、ジジコラ、仲間になってくれまいか。さすがに名前くらいは知っとるか。情報屋なら当然だろ。まああんたぐらいの有名人、ここにいるやつなら誰だって知っている。そしてあんたは情報を欲しがっている。ババ刺激、刺激、ババ刺激の傷害容疑を晴らすために。ふん、同房のヨシミとはお優しいことだ。そこまで知ったんなら凶器がのみだったことも知っとるな。その出どころが知りたい。いや、簡単に言ってくれる。どうもさっきの事件はガードが固い、かなりヤバい山だ。山とかよ、久々の大事件でじいさんもウキウキしてんな。それでもや、頼めるか。ならそれなりの対価をもらわんとな。よく聞け。はい。お金じゃないもんな。なんか物々交換、明日出るプリンちょうだいとかそういうことかな。お前、え、ん、お、なんか物騒だ。お前の右手側にいかつい受刑者がいるな。顔は向けるな、目だけで確認しろ。え、あの男からブツを受け取れ。周囲に感づかれないようさりげなくだ。ブツが何かなんてくだらん詮索はするな。はい。え、あの男から何か受け取るんやな。分かった。その次は？その物を今度はお前の左前にいる刑務官、見えるな。あいつに渡せ。当然周囲に気づかれないようにだ。え？刑務官に？刑務官に露骨に近づくのはやばい。あいつには金網？金網越しに渡せ。物はそれぐらい小さいから問題はない。なんだなんだ、エロ本の貸し借りか？俺には多くの味方がいる。だがそれ以上に敵も多くてな。今の二人以外、ここにいる連中は全て敵と思え。くれぐれも怪しまれるような行動は取るなよ。ああ、わかった。運び屋？情報、頼んだで。なんだ？まあ、詮索しないでおこう。私怖いし。西島さん頑張れ。刑務官もグルとはな。まず、あの男から物を受け取る。物を受け取れ！はい。うん、周囲の気を引かないように男に接近しましょう。他の囚人や刑務官のそばで走ると目立ってしまいます。近くにいる場合は歩いて行動しましょう。はい、歩いて、歩けば永遠ですね。こういうこといいですか。まあ目立ちますよね。西島さんだけ帽子かぶってないね。そう思うと。どうしちゃったの？捨てたか。まあいいか、そんなことどうでも。はいはい、ゆっくり通り過ぎればいいのかな。うわい、言って、そういうことするなら言って。西島さん、謎のブツを受け取った。気になるな、中身なんなんやろか。まあ見ない方がいいな。知らぬが仏って昔の人はよく言ったもんでしょう。はい。じゃあ、あの刑務官、あ、ずっと歩いてればまあ大丈夫か。うん、いや人が多いですね。見ないでください。僕のことは見ないでください。まあ拳銃とか薬とかなわけないしな。ん、ほら、お前にブツだぜ。わい、オッケー、渡した。ふう、もう怪しまれることはないやろ。あいつに話を聞くとするか。オッケー、じいさん、俺やったよ、俺やっちゃったよ。おいおいおい、さあ情報はつかめたか。約束は果たしたで。簡単なミッションや。ああ、確かに。情報は何かつかめたんか。まあな、すげえな、仕事早い。のみを持ち出せる受刑者だったな。このムショの中じゃ木工班か比較加工班、どちらかだけだ。木工班、うん、釘原のチームだな。比較加工？ああ、財布やバッグの革製品を作って業者に卸すんだ。ほう、木工班か比較加工班か。確かやろな。へ、疑うのは勝手だ。ただな、なんや、
苦境の影響とかで刑務所作業製品への発注が激減してるらしくてな。2年ほど前から比較加工作業は実質行われていない。つまり木工班のみを持ち出せるのは木工班の受刑者だけ。そういうことになるな。そしてもう一つ、刑務所作業用ののみは全て番号が振られている。作業者は特定の番号ののみだけを使うように厳重に管理されているようだ。ババちゃんが持ち出せるはずがない証拠になってくるよな。なるほど、刃物やからな、それくらいやるのは当然やろな。最後に、これがお前にとっては特に重要だろう。釘原は木工班だ。なるほどな、一歩前進やな。世話になったな。いや、釘原の番号ののみだったら大手になるチェックメイツ。のみの出所は木工班で間違いなさそうやが、誰のものなのかまではわからんか。一旦日村たちと合流しようか。その刃物はどこで管理されてるの？持ち出せるもんなの？結局凶器ののみが木工班のものだったってことはわかったが、それが誰のものかはわからずじまいか。直接のみを見ることができたら誰の使うてるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえ、あの凶器ならババと一緒に刑務官が持っていっちまっただろう。何番だったか教えてくんないかな。そうなんですよね。あれさえ見せてもらえれば出どころの調べようもあるってもんなんですが。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまでお人よしじゃないでしょう、刑務官も。行ったら最後3人揃って懲罰房に入れられるのが関の山です。ほんならどうすんねん。仕方ねえ、やるか。大島さん。え、やるって何よ。盗むってことだよ。はあ、盗むって。大島のおやさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます？ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたら、それこそ懲罰房どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな、この俺がそんなヘマやらかせに。いや、あなたは何者？おやさん、あんたまさか。窃盗？窃盗数15,000件超、逮捕歴ゼロ。背広の平八郎とは俺のことや。誰だよ。知ってる。刑事課に配属された頃、盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したら。伝説になってんだ。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。15,000って。自首したんだ、60歳の誕生日にな。自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ、盗みをやってること。奥さんいるんだ。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた、だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰るとカミさんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？日村デリカシー。バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。うわーお。いいオチだな。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。古典落語だ。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。はあ、人に歴史ありやな。ほんまに極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事。ほんと人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。ほんまに。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、ババのためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官のとこからあの凶器盗んできてやる。どうやってだよ。任せたぜ。聞かない方がいいな。ああ、それじゃあ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから自由に動けますしね。うん、証言を集め終わったら
ここに合流するということで。はい、分かった。いや最高のチームだな。みんな出所したらうちに来ないか。冴島組にようこそ。さて証言を集める言うても、他にどんな情報があればええんや。指示をくれ刑事。そうっすね、のみは木工班のものからもう少し突っ込んで、そののみは誰が使っていたかにつながる情報を探しましょう。大島さんが持ってきてくれるはずののみそのものとセットで、ババちゃんの無実を裏付ける大きな証拠になるはずです。はいはい、なるほどな、わかった。さっき情報屋の当てがついたんや。もういっぺんそいつに頼んでみるわ。わかりました。じゃあ俺は他を当たってみます。じゃあまた後で。おしおしおし、いいチームワークだ。まああのじいさんに、おじいちゃんまた話聞かせてくれる？お昼ご飯はさっき食べたでしょ。はい、今度はどんなご用件かな。のみには番号が振られていて、使用者と対応している。そして釘原は受刑者で唯一のみを持ち出し得る木工派に所属している。せやったな。釘原が何番なのか。よくできました、その通りだ。でガキ扱いすんなや。嬉しいやないかい。釘原が使っていたのみの管理番号が知りたい。ふん、花から釘原を疑ってんな。案外ババが本当にやったかもしれないぞ。余計な話はええ、やれるんか。いいだろう。では次のお仕事だ。まあ、このおじいちゃんからしたら冴島さんもまだまだひよっこってことか。頑張ります。またブツの受け渡しか。いや、向こうに刑務官がいるな。しばらくの間あいつの注意を引いてもらう。そうだな、追いかけっこでもしておいてくれ。いや、おとりになれってことか。追いかけっこの後はどうなんねん。捕まったら俺懲罰房とか行かされないか。理解が早くて結構。まあ、しばらく時間を稼いでくれればいい。こいつを持っていけ。わかった。何、謎の封筒。ほう、なんや。お兄さんこちらへ言うんか。まあ追いかけっこしてみまひょか。おいおいおい、俺はババちゃんの無実を晴らしたいんや。我こら。はい、ん、なんだ。封筒。どうしたと聞いている。何の用だ。追いかけっこしませんか、貴様。あ、待て、なんか雑な始まり方。もう追いかけてくるか。え、これは逃げる、逃げ、逃げ、あ、いっぱいいるじゃん、いっぱいいるじゃんか。逃げろ逃げろ、他になんかないのか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってってば。どうしろ言うんや。ちょっと待ってって冴島さん。え、逃げろだと。これは1分間逃げ切ればいいのか。あ、2人いんだな刑務官。ちょ待って、ちょ待って、これ攻めってもう難しくないですか。どう、蛇行運転していけない。蛇行か直線で走ったらダメってこと。ちょ待ってよ刑務官。蛇行、いやちょっと待って、こういう蛇行をしてきゃいいんだ。分かったぞ、お兄さんこちら。いや待て最初、待つかバカタレが。行こう行って、こう行って、やばいじゃん、やばいって。2対1の追いかけっこなんて無理無理、早くおじいちゃん。こう引きつけて、こっち引きつけて、こっちとか、そういうこと。いいよ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 、分かってきた、コツが分かったよ。おじいちゃんおじいちゃん、こう引きつけてからの急カーブ、やべえ追い込まれた。いやバリムズイじゃんかよ、うざけんなって触るんじゃねえだよ。追いかけっこ楽しい遊びあるやないか。日村の、え、こっちの、こっちには行けないんだよな、こっちの狭いエリアしか。止まるわけねえだろうが。やめろ、早いな、お前足早いな、元陸上部か。やべやべ、もうすぐ捕まる。さっきうまくいったんだけどな。やっぱ蛇行して、蛇行からのドン。まあ、よかつ、もう冴島さんが体力いっぱいあって助かるわ。なんかどうした、あっちの広い方には行けない。こうやって蛇行していけばいい。蛇行か、うん、いや、どうなんだろう。 OK、 よかった、ミッションクリア。ええ、もうそろそろええやろ。止まった、急に止まる。ええ、何を持っている、見せろ。これのことがいな、謎の封筒。ん、封筒、中は紙切れ。ご苦労さんだと。ふざけやがって、あいつ余計なことしよって。貴様冴島だな。このことは大きな減点対象だ、覚悟しておけ。代償がでかいぞ。すいませんでした。これでええんか。ああ、じゃあ面白いな追いかけっこ。またやりましょうね。ちょ、楽しかったっすわ。
次はもうちょっと作戦立てて、おら、なんとか終わったぜ。ご苦労さん、久々に笑わせてもらったよ。ここじゃ面白いことなんてめったにないからな。もう追いかけっこじゃなくてもよくなかったですか。たく、頼んだことは分かったんやろな。ああ、134-134番、これが釘原の使っているのみの管理番号だ。134番、これで凶器ののみが手に入れば、晴れてババは無実が証明か。うん、信じよう。ああ、世話になったな。そうそう、これはおまけだ。新聞の契約に洗剤がつくようにの。傷薬、おぞす。ふ、サービスええんやな、じいさん。それが商売成功の秘訣さ。またのご利用お待ちしているよ。おお、スタミナとかもらったのか。大島さん、どうやった。ご無事で。俺にかかればこんな山へでもねえよ。すごいっすね。ほんなら、ああ、バッチリだよ。背広の平八郎。さすが背広の平八郎。ヒヒバカ、でかい声出すな。すんません。日村、お前本当に元刑事なのか。いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。仕事はなんだかんだできそう。のみは誰のもんだったんですか。予想通りあいつのだったよ。釘原、134番、あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ、どうした冴島。ああ、いた。そんな声面してどうした。なんでババに手出した。お前の標的は俺のはず。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうが。かわいそうに大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもええ加減にせえ。ちょ、おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。二人目どうなってんの。怖っ、もうやだ、笑わないで。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけ綺麗になくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ、観念して白状したらどうや。名探偵。バカが、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに。生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。ババに言ったんだよ、昨日の夜。冴島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと。ただでってわけじゃねえ、うん、ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前だからあんな落ち着かない様子だったんだ。あいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。貴様、教えてやろう。あん時本当は何が起こってたのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババの奴がやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。ババちゃんも何が起こってんのかわけわかんなかったんだ。いや、許せんよ。お前、クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。
所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。よし。兄貴。冴島、お前。立てや。でも今まで我慢したのに冴島さん。やっと手出したな。早よ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。すげえパンチ一発で何万回殴られてもやり返さなかったくせに。何万回も殴ったんか。あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。じゃがましや。お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ。何が若頭じゃ。いやダメだって。脱がなくて。脱いでありがとう。兄弟に思える男見捨てていけるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛みに弟体で味わうてもらうで。弟来た。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。じゃあ来たぞ。うわうわこらヒロシっていうのがお前いい名前だな。親御さんに謝れ。うわ広い志。ちょっと待ってやっと殴れる。あれもろとこ。ちょっと待って、傷薬って何なんだ。スタミナンとはまた別か。怪我に効く薬。これは北海道ご当地傷薬なのかな。っていうかこんな体力減ってるのはどうして。刑務官とのチェイスでかな。くっそ、やっと殴れるぞ、やっと殴れるぞ。てめえこの野郎、てめえ、おらおら、てめえこら、立たんかいボケ、こらかす。おめえの右目も、おめえの右目も潰してやるぞ、こら。お前ザクは引っ込んどるボケが。なんだ穴、いや、やんやん、やめろやめろ、危ねえ。なんだこいつ、紫に光ってる時は何なんだ。何なんだって聞いてんだよ、ちょこの野郎。おら釘原、釘原待って、釘原ちょっと待って、1対1でやろう。1対4もちょっと寝とけ。よし、さあ台湾だ、台湾だ。この野郎が、この野郎、いいや、あいや、あいや、オッケー。弱いの十分。こんな暴れたらでも、いやかっこいい。トラ、お久しぶり。何がおもろい。この勝負、俺の勝ちだ。ん？全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。こんな囲まれて。手こずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。冴島への復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、右目潰せ冴島タイガー、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。ん？あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。誰、何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。じゃ違うんです、違うんですよ。違くないか。
冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。香坂さんはなんかこっち寄りでは、こっち寄りではいや、かっ、ああ、かっこええと、虎がまさか、塀の中で虎が見れるとは。いや、そうか、殴りたい奴も殴れんとな、極道じゃないもんな。うー。痺れますね。そうか、ババちゃんは弟。大切な人を守るために拳を使うんだ、冴島という男は。かっけえ。くっそ、釘原、ムカつく。だから、登場会に、冴島さんが登場会に戻ることを阻止したい組織だよ。誰だ？オウミか。まあ、オウミ、釘原の上、釘原はな、いや、うん、で、いや、終わりましたね。あれ、これ第一章か。一章、最果ての地、クリアです。一章、濃かったな。カムロ町から網走に来て、釘原の右目も潰してやりゃ、もう再起不能なのにそういうことしないよ。私だったら134番ののみでガンだけどね。は。いや、かっこいいな。好きだな。最果ての地で、あと一年、いや、香坂さんがなんか、いや、ダメか。どんなわけがあっても暴れちゃダメだよな。最低でもあと一年は、網走にいなきゃいけないの？早く繁華街で遊びたいし、何より登場会に戻りたいんですが、二章どうなるんでしょう。ずっと網走？月見野で遊ぶにはやっぱ脱獄しかないのかしら、冴島さん。人生二度目の脱獄しちゃうのかしら。いや、楽しみです。もうちょっと網走生活は続きそうですが、二章も頑張っていきましょう。一章、最果ての地クリアです。ご視聴ありがとうございました。